それでは時間となりましたので、2020年12月期決算説明会を、させていただきたいと思います。私は、久保田製薬ホールディングスの、CEO をやっております、久保田でございます。よろしくお願いいたします。こちらに本日の免責事項がございます。今日の、お話ですけども、まず2020年に起こったトピックス、続きまして、財務の決算概要で、今後の、パイプラインと成長戦略、で、その他の研究開発に関してお話をさせていただきたいと思います。2020年の、サマリーですけれども、まず、事業の選択と集中を進め、戦略的に開発を推進していく。久保田メガネに関する開発を加速して、プロトタイプを完成させた。結果的に各分野の専門家から高い評価を現在受けているということをお話しさせていただきたいと思います。ヘミクスタット塩酸塩のスタガルト病に関する第3相試験ですけれども、現在のところ予定通り2022年の第3クォーター以降に終了予定をいたしております。こちらに第3相試験の毎日飲んでるというスキームが出ておりますけれども、世界11カ国29施設に実施しておりまして、194名を登録して順調に臨床試験が現在進んでいるということでございます。昨年 FDA の助成金プログラムですね、これに採択していただくことができました。昨年は多くのヘルスケア系の予算がコロナ対策に割かれる中、FDA がやはりこの希少疾患に関しては非常に重要であるということから、例外的にですね、すべてをコロナに割くのではなく、やはり基礎疾患にも割くということで、限られた非常に困難な財源の中にある中で、我々は採択いただいたということで、非常に大きな価値を持っているというふうに考えています。具体的には、この FDA の長官ご自身がですね、ツイートでこのグラントがいかに大事かということで、我々が採択された、そのリリース発表している FDA のリリース自体を、ツイートしていることからご理解いただけるように、米国政府も我々のプロジェクトに関して非常に高い関心、信頼、そういうものを持っているということであります。これは日本企業として初めてで、私が日本人として初めて PI になったということになりました。採択率も非常に低いものですので、そういった意味では、我々は高く評価いただいているということをご理解いただけると思います。NASA との、これは年初の方にありましたけれども、有人火星探査に関係したプロジェクトを進めてきておりますけれども、フェーズ1を完了したということで、予定通り順調に推移したということであります。実際の NASA のチーフサイエンティストというかですね、そのメディカルディレクターである医療の専門家が我々のデバイスに対して高評価をコメントしてくれたという、パブリックにそういうコメントを出してくれているということであります。で、これどんどん進めたいっていうところは実はあるにはあるんですけれども、現在のところ NASA の新しく政権がバイデンに変わってリシャフリングを行っているという状況なので、ちょっと様子を見ているという状況でございます。モニタリングデバイス自体は量産型の試作機が完成しましたし、人工知能を使った 3D 画像のを生成するソフトウェアの改良をも推進してきていると。臨床試験はスイスのベルンにありますインセルスピタルという病院で、大学病院でやっているという、そういう契約を締結したことを発表させていただいたということでありますので、引き続きソフトウェアの改良を行いつつ、パートナー企業を探していくということを続けているという状況でございます。ウェアラブルデバイスですね、これは久保田メガネですけれども、設置型のものからヘッドマウント型で、現在はメガネ型というような形に、プロトタイプがどんどん予定通り進化してきているということで、短期試験において片方の目にこの刺激を与えて、もう片方の目に刺激を与えないという、そういう実験において光刺激投与側の目に有利な、眼軸の短縮が見られたということを報告させていただきました。現在は、その長期試験を準備しておりまして、一つはダブリン工科大学、イアン・フリット・クロフト教授と、共同で、臨床試験をやっていくということをアグリーしているということです。イアン・フリット・クロフト氏は、近視の分野では世界的に著名な研究者で、WHO の会議でもですね、80名を超える全世界の日本を含む研究者を束ねて、報告書を出しておりますけれども、いかに近視が世界的に重要な疾患であるということを報告した報告書の、責任著者になっているということでありますので、そういう意味では近視の第一人者の方が、我々の、デバイスのメカニズムに対して非常にプラスに、思っていただいて、一緒に、
臨床試験をやっていくということを承諾してくださっているということでありますので、まあ、それだけ信頼が高い技術ということがご理解いただけると思います。はい、CFO の前川でございます。で、私の方から2020年度の業績につきましてご説明をさせていただきます。まず画面に出ておりますね、PL なんですけれども、まあ、事業収益、まあ、すなわち、まあ、売上高でございますが、最終的には今期は3800万円の売上となりました。これは右の方に増減の主な理由というふうに記載しておりますけれども、NASA との共同開発のですね、研究開発費用のですね、助成分が売上に計上されたものでございます。で、事業費用は大きく研究開発費、一般開発費に分けられるわけですけれども、まあ、この事業費用の総額は25億7900万ということで、昨年度に比べまして約7億の減少となってございます。内訳を見ていただきますと、今期はですね、研究開発費が約8億の減少となってございます。これは研究開発ポートフォリオの見直しということもございますし、開発プロジェクトの進捗のそのですね、動向、さまざまな複合要因なんですけれども、まずウェアラブル禁止デバイスにつきましては、開発を注力してございますので、研究開発が増えましたけれども、PBOS の開発がおおむねですね、プロタイプのところまで開発まで来ましたので、ここで若干ピークアウトしたということと、あと研究開発費関連の人件費、諸経費等の減少というのがこの減少の主な要因でございます。一般管理費は7400万円増加しまして約6億となってございますが、これは株式関係、特にストックオプションの費用ですけれども、この改定上の問題で若干対前年比に比べまして増加としたというふうな要因になってございます。まあ、以上の結果、当期損失は24億4000万ということでございまして、昨年度より赤字が6億3000万減少したというのが当期の結果でございます。次にバランスシートですけれども、右側に2020年12月末現在の数値を掲載してございます。当社のバランスシートは非常にシンプルでございまして、この12月のですね、資産合計は66億9000万となりますが、実はこの大半がいわゆる運転資金になってございまして、一番下に手元資金でございますが、これは現金および現金同等物、その他金融資産、ほぼ手元資金、一部運用しているものもございますので、会計上はその他金融資産に計上されますけれども、そういったものを合計したもの、我々はそれを手元資金というふうに定義しておりますが、こちらが63億4000万ということで、ほぼ資産の大半が手元資金ということでございまして、こちらを活用しながら研究開発を進めております。じゃあ次に、で、2021年度で進行期の見通しでございますけれども、事業収益は1000万円と、営業利益はマイナス、赤字として29億で、利益、税前の利益はマイナスの2800万というようなことでございまして、以下と同じでございます。まずこの売上ですけれども、また後ほど久保田からも詳しいご説明があると思いますが、現在、ウェアラブルの禁止のデバイスの、少量化に向けた準備もしてございまして、そういったものの一応売上等というものを見込んでいるものでございます。で、営業損失でございますが、この研究開発につきましては、ウェアラブルデバイスの禁止デバイスの少量化に向けた研究開発を継続するということと、ミックスタットエンサインはスターガルドで現在フェーズ3を継続しておりまして、研究開発費の主な人としてはこの2つのプロジェクトがメインになってくるというふうに我々は見込んでございます。もちろん PBOS も継続的に改良を行ってございまして、量産試作機の機能改善やソフトウェア改善に重点を置いた開発をですね、引き続き行ってまいります。一般管理費につきましては、先ほど申しました通り、ウェアラブル禁止デバイスの商業化準備ということもございますので、そういった関連費用が対前年度に比べまして、若干上積みされているというようなことでございまして、以上の結果、2021年度につきましては当期に比べまして若干赤字が増えると、費用が増えるというような見込みとなってございます。
概要は以上でございます。では続きまして、パイプラインと成長戦略に関してお話をさせていただきたいと存じます。我々は、世界から失明を撲滅するというビジョンを掲げて、ずっと開発を進めておりますけれども、その中でも、医療のデジタル化を推進するということに、力を入れているという状況でございます。我々が目指しているのは、ウェアラブルデバイスから得られた、いろいろなデータをですね、世界中から収集して、そのデータをもとに、いろいろな病気の予防や治療を行う。もともとは当然網膜の情報ですから、がん疾患ということが中心にはなりますけれども、実は網膜は、いろいろな、全身疾患の前兆、糖尿病でありますとか高血圧でありますとか、最近ではアルツハイマーの初期病変がまず網膜に出るということが知られておりますので、そういったものも、さまざまな病気の、診断早期発見をしていければということを目指して、ビッグデータカンパニーを目指しているということがあります。我々の研究開発ラインパイプラインは、以下の通りで、従前と変わってございません。まずエミキスタテン酸塩ですけれども、こちらはスターガルト病院のフェーズ3をやっているという状況です。8000人から1万人に1人に発症する希少疾患で、15万人の患者様が日本、米国、欧州にいるということが推定されていて、第三者機関の市場予測におきましては、2027年には医薬品の販売額が全世界で1600億円に達するというふうに予測されておりますので、我々の化合物が上市された暁には、そのような売上規模になる可能性があるということがご理解いただけると思います。第三相試験の、この投与のスケジュールですけども、24ヶ月間、被験者を 10mg、2対1のランダマイゼーションで、投薬群とプラセボ群に分けて、1日1回24ヶ月、経過を見ていくということでございます。昨年の5月に被験者登録が完了したということを、報告させていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたように、11カ国29施設190名の被験者が、現在臨床試験を行っているということでございます。オーファンドラッグ の一般的なメリットデメリットということですけど、基本的にこのメリットが、大きいわけですけれども、米国欧州などでは、市場独占期間、特許が切れた後もですね、場合によっては、特許がなかったもあっても7年間、欧州だと10年間の、市場独占期間を、もらうことができるということがありますし、さまざまな迅速に承認をしてくださるとか、当局との緊密なコミュニケーションができる、あるいは、税制優遇措置なども、講じられていますので、いろいろなインセンティブがある、そういう、疾患領域であるということでございます。下に示しておりますように、さまざまな、この希少疾患治療薬というのは非常に高い薬価がついているということがご覧いただけると思います。ゾルゲンスマのようなですね、薬の場合は、場合によっては1億円以上の、価格がついているものもありますので、そういった意味で先ほどの1600億という市場価格、上市された暁には予測されているのは、薬価が高いということで患者数が少なくても結果的に大きな売上につながるということが期待されるわけでございます。またですね、世界的に見てもですね、米国で承認されているこの薬の数の中でのオーファンドラッグの占める割合というのが年々増加している傾向にあると言われております。それは先ほどお話ししましたように、さまざまな優遇措置があることもありますし、高い薬価が期待できることということで、ビジネス上も、大手製薬企業も非常に関心を示している。希少疾患ということで小さな会社しか興味がないというわけではなくて、大手製薬企業も非常に興味を持っている領域だということが、知られております。糖尿病性網膜症の開発も、現在は、フェーズ2まで終わっておりますけれども、こちらは、このデータを持ってですね、大手製薬企業との、パートナリングを目指しているという状況でございます。
続きまして、網膜色変性症に関する遺伝子治療の話ですけれども、これヒロドプシンを、バイポーラーセルに投与するという方法で開発してますけれども、現在点臨床段階で、マンチェスター大学と共同研究を行っているということでございます。これ前回で4000人に1人がかかる、まあ、希少疾患で150万人の患者さんがいます。まあ、スタガルト病よりは、数が多い患者さんがいて、日本でも5000人に1人、しかし、まあ、希少疾患であるということでございます。40歳までに失明して、様々な、多くの遺伝子が、原因で起こってきていますけれども、有効な治療法は現在のところないという状況であります。できた型ロドプシンを、ウイルスベクターに入れて、それを、最終的にバイポーラーセルという、双極細胞、音型双極細胞で発現させることによって、今まで光を感じなかった細胞が光を感じるようになる。それによって、視細胞が消滅してしまった、変性してしまった患者さんでも、光を、もう一回見ることができるのではないかということで、開発を進めているということでございます。まあ、前臨床試験の結果におきましては、ネズミに対して治療効果が認められていると。これは、ネズミが、画像動画でですね、その鳥のようなその天敵を見せた場合に、逃げ回る行動があるわけですけれども、それが目が見えないと、そういう反応をしないところが、一旦見えなくなった、マウスにですね、この遺伝子治療を行ったところ、そういう正常と、に近い行動が、誘発されたということで、視力が何らかの形で回復しているのではないかということが、示唆されているという前臨床結果が今現在あるということでございます。続きまして、在宅医療のモニタリングデバイスですけれども、これは、現在、最終的な、プロトタイプというものが完成して、スイスの方で、ソフトウェアの改善のための臨床試験をやっているということでございます。これは、NASA とも共同研究をやっているものということであります。これはですね、5G ネットワークなどを利用してデータをクラウドに保存することによって、患者さんも医者も必要な人が必要な時にいつでも目の状態を把握して最適な治療を提供できる、そういうことを目指す、そういうようなデバイスでございます。米国におきましては、患者にとってもその患者様にとってもですね、自分の目の状態が常に把握できるということがありますし、不便な病院に行っていろいろな手間もかからず在宅で、目の状態がいつでも分かるというのは非常に利便性がありますし、保険を取り扱っているその医療保険の、アメリカの場合は、私的な医療保険であったり公的な医療保険ありますけど、その彼らからしても医療の効率化によって医療費が削減できるということがありますし、患者さんの目の予防が良くなるような、そういうより優れた医療が提供できるという観点から、非常に歓迎されているということがあります。ドクターサイドにおきましてもですね、やっぱり自分がいちいち患者さんを病院に呼ばなくても、より多くの患者さんを効率よくモニタリングすることができて、で、本当に必要な患者さんだけを、実際に診察、加療するということができますので、医者にとっても非常に、効率化が進むということで歓迎されている。で、製薬会社にとっても、きちっとした、効果で、今現在はどちらかというと投与量が、医者が、絶対注射が必要になるまで患者さんを待たせてしまう結果、若干遅れ気味で投与されているということで、使用量が減っているところがありますけれども、きちっとしたタイミングで投与されることになれば、製薬会社としてもより投与量が増えるということで、プラスになるということで、そういった意味では大手製薬企業もこのようなデバイスが普及することを、少なくとも米国においては期待しているという状況がありますので、すべてのステークホルダーにとって、プラスというような仕組みであるということであります。COVID-19 が、昨年、世界を、席巻したわけでありますけれども、その結果といたしまして、眼科がですね、一番この患者数が減ったと、81%、削減したということで、すべての診療科の中で、最も、受診数が減ったかということになっております。そういった意味では、
その本来眼科に行かなければいけない診察を受けるべきだった人が受けれてないという状況が続いてますので、コロナ禍におきまして続いておりますので、我々のようなデバイスを導入することによってそのような人たちを救うこともできるのではないかというふうに考えているわけでございます。米国におきましてはこのようなデバイスに関しての、保険点数ですね、保険診療カテゴリーをもうすでに設けているということがございます。要は、このようなデバイスを世の中に出した暁には、きちっとした保険償還ですね、保険で、健康保険でカバーしますよということを国の、そのメディケア、メディケードをやっている、その統括している団体がですね、それを行動を先行して認めていると。まだ存在していないデバイスに対して、このような保険点数化をしますということを、インセンティブとしてすでにアナウンスしている状況がありますので、それだけ真のニーズがあるというかですね、我々が仮定しているわけじゃなくて、国家としても保険を提供しているその医療の政策サイドの人たちにとってもですね、この在宅 OCT は必要であるということが強く認知されているということの表れだということがご理解いただけると思います。ノバルティス社がですね、在宅 OCT のマーケットリサーチを行って、我々と、その情報を、共有してくれたわけですけれども、その情報を見ると、米国、ドイツ、イタリアだけでなく、日本でも、眼科医および、患者様に関してですね、このような在宅 OCT があればいいというふうに、考えている人が非常に多いという結果が、このように現れておりますので、先ほどまで米国でのお話をさせていただいておりますけれども、米国だけでなくヨーロッパ、日本などでもこのようなニーズがあるということがノバルティス社の行ったマーケット調査で、そういう結果が出ているということでございます。こちらが一部画像ですけれども、デスクトップ型のプロトタイプで作った画像が左側で、現在の我々が、改良した小型化のしたその、プロトタイプにおきましては、こちらの右に示したような、より、クリアな3次元像を得ることに成功しているということでございます。小型化に成功して3次元化に成功している状況であるということがご理解いただけると思います。量産試作機が、完成していますし、ソフトウェアの今 AI のトレーニングを行っているという状況ですので、順調にこれを開発してパートナー企業との、商業化の可能性を模索していっているという状況でございます。続きましてウェアラブルの近視のデバイスですけれども、クボタメガネと我々現在呼んでおりますけれども、デバイス、この卓上のデバイスでの概念実証試験ですね、先ほど申し上げましたように、投与、この光刺激を投与した目の方の、眼軸、日内変動が眼軸というのはあるんですけれども、その、日内変動において、眼軸の延長効果が抑制されたということで、結果的に、比較眼に比べて、眼軸が短くなったということが、確認できたということでございます。これはさまざまな実験から分かっていることなんですけども、そういう短期的なマーカー、これはマーカーなんですけども、こういうことを刺激を加えることによって、長期的に眼軸が、抑制されるということが、他の動物などでは知られておりますので、これを現在、長期的にどうなっていくかということを確認しているということでございます。で、最終的なウェアラブルプロトタイプが現在完成しておりまして、現段階では、コマーシャルプロトタイプと言われている、販売型のデバイスの、完成を目指して今努力している状況でございます。近視というものが最近いろいろなメディアでも、もちろん我々のデバイスということもありますし、コロナということで金券詐欺が増えているということもあって、さまざまな、近視の話が出てきてますけれども、近視がすごく増加してきているということですね。2050年には全世界の人口の半分が近視を持っているのではないかということを、WHO ですね、先ほどの我々の共同研究者であるイアン・フリッドクロフトを中心として、世界の近視の専門家がまとめたリポートで、そのように発信されておりますので、非常に重要な健康課題であるというふうに WHO が認識しているということでございます。
で、また地域差がございまして、アジア諸国での近視の有病率が取り立てて高い、また地域差の近視保有率が示してありますけれども、韓国、日本、中国などで、まあ、90%を超える、まあ、有病率があるということでありますので、非常に大きな、社会問題ということが、アジアでは認識されているわけでございます。基本的にはですね、まあ、熟成近視という言われ方をしますけれども、近視の多くは眼軸というものが伸びることによって、ピントが網膜の手前にあってしまって、遠くがよく見えない、そういう状況を近視というふうに呼んでいるわけであります。で、現在のところ、根本的な治療法がなく、こちらに示してますように、高度近視というのは、このマイナス5、マイナス8というふうに、どんどん近視の度数をこのジオプターで示しているわけですけれども、近視の度数が強くなればなるほどですね、その様々な失明に至る可能性のある網膜疾患、あるいは白内障、緑内障、そういったものの、まあ、リスクが高まるということが分かってますので、まあ、たかが近視というふうに思われがちですけれども、まあ、非常に強い近視になってしまった場合は、様々な、失明に至る疾患の原因になるということが知られています。それに対して私たちの、クボタメガネテクノロジーというのはですね、バーチャルリアリティの仕組みをうまく利用いたしまして、網膜の、手前に、像を、まあ、置くという、そういうアクティブスティミュレーションという方法を我々は、まあ、開発いたしました。これは我々が、世界で初めて開発して、我々しか、やっていない方法ですけれども、人工的な、光を用いてそこに、画像を投影することによって、まあ、網膜を、大きく、それ以上伸びない、あるいは手前に、短くするということに、そういう刺激を与えて、近視を抑制しよう、進行を抑制しよう、場合によっては治療しようということを目指しているわけであります。まあ、実は近視の治療の、デバイスというのはアメリカですでに認可されているものがあるんですが、それは、パッシブデバイスと言われておりまして、まあ、多焦点レンズですね、周辺部分のピントが手前に合うような普通の、レンズ、コンタクトレンズのようなものですけれども、そういうものを使うというので、近視が、若干抑制されるということは知られていますけれども、我々はそれをより積極的に、強力に、その刺激を与えることによって、より、強い効果でですね、近視を抑制していこうという、そういう、プログラムであります。そういった意味では、まあ、パッシブのデバイスでは、近視が、抑制され、実際に認可されているということが、ありますので、まあ、我々のメカニズムは、まあ、非常に新しいやり方ではありますけれども、まあ、なんでしょうね、その人での長期的な効果が十分あるということは推測されやすい、そういう技術であるということであります。マイオピックリフォーカスというのは、まあ、具体的にはその周辺部の網膜に対して、ピントがずれた手前に像を結ぶ、画像を、ここに投影することによって、で、それで、目の伸長を抑えるということであります。これはもともと20年ほど前に私がワシントン大学で、ひよこの目を、研究しているときにですね、ピントが合うと、発現力が増えるという遺伝子っていうのが、発見されて、で、そういうことから、人間の目っていうのはその成長過程で赤ちゃんの目は小さいんですけれども、それが大人になっていく過程で、きちっとした網膜にピントが合う形で徐々に成長していくように、人間はそういう能力をもともと生まれ持ってるんですけれども、近代になりまして、室内で人が生活するようになってしまったために、そのメカニズムがうまく、機能しなくてですね、近くの近現作業をやりすぎているために、子供の頃から近くばっかり見ているために、目の成長が、外に遠くを見て暮らしているときよりも、近視化してしまうということが、知られて、それが仮説としてあるんですけども、その仮説に対しての対処として、このマイオピックフォーカスということで、我々は、開発しているということであります。で、特に大事なのは、その周辺網膜が、眼軸のコントロールには重要だということが言われておりますので、中心網膜に対して何の影響も与えない、本来、ものを見るのに大事な中心部分には、フリーにして、日常生活が可能な形で、視野の周辺部ですね、そこに、ピントがボケているような像を一部投影することによって、眼軸の、伸長を抑える、そういうデバイスを開発しているということでございます。
将来的にはですね、コンタクトレンズ型にもしていくということを現在目指してやっているということであります。まあ、2021年にはないですね、今年ですね、今年に、東アジアのどこかで、商業化をするということを推進しています。まあ、台湾だとか、タイだとか、マレーシアとか、そういう国を検討しておりますけれども、そういった国では、他の国に比べまして、この禁止に関するメガネの、認可が、まあ、場合によっては、より短期の試験だけでも行われるのではないかということが、まあ、知られておりますので、それを、まあ、その前例をもとにですね、そういう国でまず、まあ、有病率、患者数も多いですし、まあ、そういう、まあ、規制当局の考え方も柔軟である。で、しかも、まあ、まず、最初に我々その大量生産といってもまだ、最初の段階は手作りで作っている状況ですから、そんなにめちゃくちゃ数作れるというわけではないので、まあ、テストマーケット、テストローンチを、アジア諸国でやって、そこから、まあ、フィードバックを得て、さらに、まあ、品物の、商品 の改良をしながら、まあ、どんどん世界に、これを発信していく、販売していくということを目指しているということでございます。タイムラインは、関東で、まあ、商業化を目指しているということでございます。最近は、まあ、皆さんご存知かもしれませんけれども、さまざまなメディアで取り上げられました。で、英語メディアでも取り上げられたということで、この、下の世界地図にございますように、さまざまな全世界の国々から、まあ、引き合いというかですね、問い合わせが、我々にいただいているということでありますので、全世界の、この我々のデバイスに関する、まあ、期待というんですかね、それは非常に大きいということであります。これらの問い合わせは、患者さんが自分が使いたいということもあれば、販売代理店がこれをぜひ販売したいというものから、眼科研究者が非常に興味を持っているというようなものまで、さまざまなレベルの関心、まあ、そういうのが非常に高いということが、問い合わせから、我々把握しておりますので、まあ、このデバイスを順調に開発した暁にはですね、広く世界にこれを提供できればなというふうに考えているということでございます。その他の研究開発ですけれども、バックボーン阻害剤というのを我々は開発しています。これはもともと我々がエミキスタト塩酸塩を開発してきた過程で、作成したライブラリーの中から、バップ1、これ別名 SSAO といいますけれども、その阻害剤を発見してきたということであります。もともとはそのミキサテ塩酸塩が SSAO の、まあ、基質、それで代謝されるということから、じゃあミキサテ塩酸塩の形を少しずつ変えていけば阻害剤ができるでしょうということから、まあ、我々、メディシナルケミストリーの、まあ、そういうを重ねてですね、そういう化合物を見つけて、現在は、レオファーマですね、デンマークにあります皮膚科、専門 の、まあ、世界最大の皮膚科メーカー、専業メーカーの一つですけど、そのレオファーマーと、共同研究を行っておりますし、まあ、このようなユニークな化合物が場合によってはがんに効果があるかもしれないということが期待されるので、まあ、米国の NCI ですね、国立がん研究所との共同研究も現在行っているということであります。バップワンというのは、まあ、白血球の、輸送を阻害する、まあ、好中球を中心に、まあ、炎症反応を抑えるということが、まあ、期待されておりますので、さまざまな炎症疾患に効果がある。中には、新型コロナウイルス感染症による、呼吸不全、ARDS も、そういうサイトカインストームから、好中球浸潤によって肺が破壊されるということが知られていますが、それに対しても効果があるかもしれないということで、まあ注目されているターゲットであります。以上でございます。では、ご清聴ありがとうございました。